おはようございます。YouTube 講演家の鴨頭よしひとです。本日の提供は、ビジネス実践塾 2Days では、実り大きい時間をありがとうございました。あなたの涙を笑顔に変える、日本一の離婚弁護士、白戸陽子です。焼肉マフィアのオープンおめでとうございますという、白戸陽子さんの提供でお送りいたします。えー、陽子さんありがとうございます。大好きです。えー、この、ボイシーが大人気なので、プレゼント企画をやっております。 日本人の95%が持っている話し方の悩みを解決する2時間19分の一般公開していないマル秘映像セミナープレゼント中でございます。ゲットする方法は鴨頭よしひとの公式 LINE の、えー、お友達追加していただくとダウンロードできるように進んでいきますのでぜひぜひゲットして活用してください。 話し方の学校の入学体験講座が、11月10日の水曜日夜ですね、19時から東京池袋で開催いたしますので、ぜひぜひ、えー、うまくね、話せないとか、コミュニケーションでうまくいかないとか、悩みを抱えている方がいたら、学べば変わりますので、話し方はセンスではありません。スキルなので、ぜひぜひスキルを学んで、悩みが少なくなるね、そんな人生を歩んでほしいと思います。 さて今日はですね、何回も何回も何回も同じことを伝え続けないと伝わらないよねっていう、これあの、集客のプロの方とかは身に染みて知ってることだと思います。まあただね、えっと、集客まだまだうまくいってない人とか、独立起業したばっかりの人とか、まあとは、 会社員の方はもしかしたらねまあ一部の営業マンの方はよく身に染みてるかもしれませんが普段集客をやってない人はちょっとピンとこないかもしれませんが実はこれもちろん集客で重要なのですが集客以外の日常のコミュニケーションでもやっぱり何回も何回も何回も伝えても伝わってないっていうことは知っておいた方がいいよねっていうお話です。 えっと具体例を挙げた方が分かりやすいと思うので具体例を言うとえっとですね10月29日にグランドオープンしたばかりの焼肉マフィア池袋店でございますねこのお店会員制ではありません予約しなくても利用できますでもいまだにコメント欄とかで会員制なんですよねって 言われるんですちなみに会員制であるという歴史ゼロですね一回も会員制っていう発信してないんですよでもあの会員制なんですよねって今でも言われますそれから予約しないといけないんですよねって言われます予約なしでも来れますまあただもちろんね日にちによっては、えー、時間帯によってはね満席になる時があります 通常7時9時の時間帯が満席になる日がある。でもどうなんだろうな月曜日から日曜日まで1週間で満席は3回ぐらいじゃないですか。残りの4日間は満席になってません。大体。まぁ、あ、今後ね、あの、リピーターの方が来ていただくようになって、もう満席で予約が取れないお店に、 慣れたら嬉しいなと思ってますけど今のところ空いてます <laughs> いつもあのたくさんのお客様にご来店いただいてありがとうございますと言いますが満席で入れませんっていう情報は一回も発信しておりません、えー、そんな状態なんですけどやっぱりねやっぱりこうイメージなんですよねきっと会員制なんだろうとかきっと予約が取れないんだろうっていう やっぱりボイシーだったり、え SN、SNS、Facebook とかのコメント欄にも届くんですけど、オープン直後はいっぱいで入れないでしょうから、落ち着いたら伺いますって書いてくれる人いるんですけど、落ち着いてます。空 <laughs> いてます。日によっては本当に半分ぐらいしか入ってない日もあります。が、これは、表面だけ見ると、 お客様側、まあ、まだ来店してないお客様だと思いますけど,けど、その来店する前のお客様が勝手に決めつけてるんですよね。俺事実は事実ですよ。要は会員制じゃないし、会員制って言ってないのに、会員制なんでしょうっていうのはお客様が勝手に決めつけてるし、別に予約なくても当日でも来られるけど、でも予約取んないといけないんですよねって、一回も言ってないけど決めつけてるのはお客様なんですが、 サービス提供者がやっぱりそれを分かった上で伝え続けないといけないよねっていうことなんですよね。だから僕も、まああとはね、 えっと、焼肉ワンフェアのステージパフォーマーのみんなも集客ができるようにっていう勉強も含めて今、一生懸命情報発信してるんですね。まあ、特にインスタグラムを中心にやってるので、もうぜひぜひインスタグラムをフォローしていただくと、僕たちがどんな風に工夫して集客をしてるかもわかると思うし、まあ、ある意味、途中で変えたりするのは、前のやり方はいまいちだったから変えたんだなと、改善しようとしてるんだなと、もしくは改善したけど、それも失敗したらまた変えます。 そんな風に、とにかく創意工夫して伝えるということを繰り返してやってるんですね。僕も、えー、と会員制じゃありませんということを投稿するときもあります。今までに多分20回ぐらい焼肉マフィア池袋店は会員制ではありませんって書いて発信してます。だけどまだ伝わってない。ということはこれからも 会員制ではありませんという情報発信をし続けないと会員制だから私は行っちゃいけない場所なんだとお客様は思い続けて私たちが望んでいる来てほしいという気持ちは届かないってことですね。これって集客以外もやっぱりそうなんじゃないかなと思っていて例えばお父さんお母さんが子供たちのことを心から愛してやまないっていうことを 伝え続けていかないと子供っていうのは忘れちゃうっていうことあると思うんですよ。うん、例えば早くしなさいってお母さんが怒った顔したら怖くなっちゃってママは私のこと嫌いになったんだって勝手に思い込むんですよ。これ思い込むのは子供の勝手なんですよね。だけど勝手に子供が思い込んだからだってやっていてもやっぱり解決しなくって伝える側が伝え続ける。 うん、大,大好きだよ大切なんだよって愛してるよって言い続けないとやっぱり間違っってて捉えらられれるっていうこはかもうこれ集客もコミュニケーションも同じような、まあ、間違いとまではいかないんですけど努力不足というんですかね、まあ、取りこぼしって言った方がしっくりくるのかなそういうことって起きてるなっていうふうに思います。 やっぱり集客をお仕事になさっている方は集客がうまくいった方が幸せになりますよねで。もちろんお客様だってあなたのサービスが商品がいいものであれば買わない未来より購入した未来の方が良くなるわけだからお客様もやっぱり変えた方がハッピーになりますよね。これ人間関係も同じですよね。親子関係で親の愛情が子供に伝わっている方が子供も得するし親も 得すするハッピーになりますよねこれはもうパートナーシップであろうが友人関係であろうが会社の社員さんと経営者の関係であろうが全部共通していると思いますつまり伝わってないっていうことを前提に伝え続けるそれをやらないとお互いのハッピーの量が増えないっていうそういう法則なんだと思います。 まあでもね、忘れますよね。僕も本当に今回の焼肉マフィア池袋店で何回言っても伝わんないなっていう経験があってよかったなって思います。どこかで情報発信の時にちゃんと毎回書いてれば伝わってるだろうと思ってるんですけどよく考えたら僕は焼肉マフィア池袋店がオープンするということをオープンの1年前から情報発信してるんですよね。その1年間で情報を受け取った人たちは オープンする直前から僕が発信した会員制ではありませんを見ていない可能性たもちろんありますよねそしたら1年前から言っていた焼肉マフィア池袋店ってきっと会員制なんだろうなもしかしたら和牛マフィアっていうところが会員制なので僕の焼肉マフィアも同じマフィアだからっていう風に感じ取ってる人いると思うんですよねそれってお客様のせいにはできないですよね やっぱり情報発信者である僕が僕たちがちゃんと会員制じゃないってことを伝え続けなければいけない結論は伝える側が伝え続けるをやるとお互いのハッピーが増えるよねというお話でしたそれでは今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますようにせーのいいねー 丁寧に何度も伝え続けましょう。